ゴールデンウィーク真っ只中の私はただいま神戸におります。今日から兵庫での4連戦開幕。お茶飲みです。お言ってよ。いや言ってるやん、ずっと言ってるやん。カメラがないと俺ジャスティンとも喋らないんで。喋ってたよ。おしゃれだね神戸やっぱ。綺麗だね。なんかね、洗練されてる街が。ゴミ捨てないもん。そうだね。うん、ちょっとラーメン行こうと思ったけど、たこ焼きがあるわ。ちょっといい、たこ焼き行くか。神戸の夜に乾杯。これです。もう言うてもね、10時なんで。うん、遅くなりましたね、今日も合流が。いや、はい、しんどかった。何がタバコ吸えないの、新幹線。いや、もうついに新幹線がタバコ吸えなくなって。2時間半ぐらいあるでしょ。2時間半ぐらいあります。長い長い。でもトイレで吸うやから出てくるよ、マジで。いる、絶対アイコスやったら。うん、バレーっつってね。俺が国を変えるしかねえな。そう、離婚してほしい。ああ、で、ここ神戸なんですけど、今日からクズの恩返し、4連続神戸、4連続兵庫、ビクちゃんツアーです。すごいね。で、ちょっとなんか特別編やろうみたいに言ってたじゃん。あ、そうですね。ね、はい、何も考えてないです。あ、そう。はい、なんか考えて、今いいよ。まあ、ちょっとまあ、何も考えてないと嘘で。おい、まあ、でも今言ったのはいいことで、テーマは番長ですね、この4連戦。あるやん。はい、まあ、同じこと考えてました。そう、うんうん、今回この4連戦だけをこう一つ区切ってやろうかなと思うので、で、番長4を2人で6日間を続けたらどうなるの。おっていうのもやってみたい。2人でね。2人でもちろん、俺も打つよ、もちろん。やばいけど、取れんかったらな、あれけど、取れなかった場合、何か打つで、うん、それはもう、あの、全部カット。マジか、本当に究極じゃん。究極やります。じゃあ、2000万差で出しました、2000万差で負けました、全部カット。まんまいってたら、うん、カット。カット。カットです。まんまいカットするの。番長の部分だけをよく考えます。恐ろしいね。おはようございます。おぉ、おはようございます。100人ぐらい山にいますけど、7台か。7台です。ミクちゃんアリーナに食店ロス番長4 7台。今無理だ。初日から終わるじゃん。初日打ってやるんだよ俺ら。7パーですね。2人で7パー引きに行くの。そう、本当大丈夫。今日朝から抽選受けに行きましたけど、それ引けなかったら何の意味もないんで。終わり。じゃあワンちゃんこう抽選見せて掴み飛んでる可能性あると思う。全然あります。てか 93% でそれがあるってこと。あ、そっか、7%やもん。7%やから。え、 93% 引くやろ。はいじゃないよ。1 でもここに1だと、いや危ないか。0でましか、うん、0だったら終わるもんね。じゃあ11とか。あれ、これはもう61。あ、ワンちゃん3か。はぁ、しない。あ、2? 1や。違う、1や。3、2。じゃあ最高計11ってことね。え、待って、これ1じゃない？1だ。 11? 多分1、待って。あー、からの、おー、いたいいじゃん。あ、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 叫んなよ。どこだ。あ、11だ。じゃあワンチャンいけるね。それ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 よっしゃーや。よっしゃ、どこ行ったよ、外行ったよ。こっちって言ってんのこっちや。これ昔内さんがやってたんだよな。え、ここね。オッケー。これは、あ、もう今日動画出ないです。お疲れ。これワンチャンあるよ、4日間連続中金30戦。特別戦。それは地獄ないよ。それはそれで地獄やから。これやっぱ抽選ダメなんよ。ダメやな、本当に悪い。だおはようございます。おはようございます。さあ、ありがとうございました。はい、兵庫県ミクちゃんアリーナ西脇店。いい天気やね。はい、ですけれども
ゴールデンウィーク、まあちょっと特別編みたいな感じで、うん、まあ、番長4の全てが分かる動画を今日は今回は作りたいなと。はい。だ僕が撮れてしまったという。はい。これは撮れてしまったとあえて言わせていただきます。で、まあ、バルブレイブか、うん、北斗かなと思って。ああ、そうだね。でもさ、うん、使われないバルブレイブもちょっとしんどいじゃない。まあそうやな。まあ北斗で僕は。まあ、北斗も いくら無双転生以降が使われない。そうなのよ。フリーズぐらい引いたら、そうだね、ブラー 50% で使います。おお、まあ、ブラーではモザイク、モザイク 50% そうね、モザイク 50% 何�秒、うん、まあ20秒、フリーズ引いて20秒しかもらえない、うん、だからもうほぼ AV のサンプルですね。やばいやんけそれ。ファンザやん。ほぼファンザですね。ほぼファンザや俺、はい、20秒のモザイクありだからほぼファンザです。あの、ま、僕 YouTube ですけど、あなたファンザ、ファンザなの、あなたファンザ行きです。なんか1個ある、とりあえずこれやってほしいみたいな、それだけなんか目標ぶら下げてもらえると頑張れるかも。まあ、今日は初日やし、日、はい、ご来光じゃ、超完全勝利、超完全勝利ね、うん、じゃあそれ目指してちょっとやっていきたいと。あと高台寺の8ゲーム終わりでも読んでいいよ、うん、確定ですみたいな、じゃあ行きましょうか、8ゲーム超えました、うん、はい、これ確定対決、まあ、それ明日以降、今日はそれ多いから1個ぐらいしないと。 あれでもいいよ、うるせえマジで。前兆中のプッシュ押すと行くぞ、はい、ジャッジシャドウ、ナギドクズドウ、オーガーシ。さあ皆さんおはようございます、ゴールデンウィーク特別編、兵庫4連戦の初日ですけれども、今回は番長4、すいませんね、ジャスティスじゃなくて僕が取れてしまう事態になってしまいまして、まあ、この番長のサムネに多分なってると思うんで、それをパッと開いてね、なんで長銀が番長打ってんだよってなってそうですけれども、抽選がジャスティスは悪かったのでこればっかりはしょうがない。なので当然ね、ジャスティスさんみたいにこれが面白いとかこういう打ち方をするといいよとかこの演出がなんてことは言えないんですけど、ただ出すことだけを目標に。でオープニングでも言っておりましたけれども、とりあえず初戦の今日は、82の特化ゾーンご来光をお見せできたらなと思っております。いきます、北斗の拳。もしかしたらあんま映ってないかもしれんけど、もうブラーでもわかるぐらい凄まじい展開にします。お、ベッド特訓だったよ。これはどうなの、番長3だったら熱いとかなかったっけ。これジャスティだったらいろいろ言えるんだろうな。申し訳ないです皆さん、これは期待度高いだろう。おい、この演出好き、この演出好きとかしか言えねえ、情けねえ。ああ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 とかしか言えねえ、情けねえよ。当てりゃいいんだろ。これでビッグぶち込んで AT ぶち込んでご来光入れりゃいいんだろ。とりあえずやってやるから待っとけよ。大丈夫だよ。おお、当たりました。89ゲーム、なんとなんと投資が3000円でございます。チャンス目からの特訓からの当たり、最後いらんな、いらないですね、いらないです。バケスタート18ゲーム目、怖い、ナイス、めっちゃ当たるやん。さあ1回目のピック、これもむずいんだよね、マジで入んないのよ。むずい、無理だ、ダメでした。うわ、これはいい画面、いいかもよしさですよねこれはね。サンキュー。321ゲーム、18000円、これが朝一から4回目のボーナスになります。え、おこれが、まあ、ジャスティンに聞いたんですけど、まあ、4回目では大体入るらしいんで、これがまあ恩恵というか、まあ、リセット恩恵的なスルー天井ですね。今4回目で入った、うんうん、ってことはだからまあリセットだよね。うん、まあ、入るんやろうなと思いながら押したら出たわ。どうしたん？まあなんかタバコ吸っときよ。これはあかんわ。
がいい。安い、うん、40ゲームもろったわ。さあ本日一発目いきましょう。ここチャンスやな。よし、なんか今押したら青かった。チャンス目、おお、完全勝利ということはご来光チャンスですね。ジャスティンさんに言ってたやつができる。マックスベット押して出てこないみたいなやつ読みいけるぞ。あ、じゃあ1個だけはして、ごめん、うん、ごめんね。喋るやん。番長の対決あるじゃない、AT 中、うん、はい、勝ちました。勝った。どこ押してる今。プッシュ。あ、ダメ。え、全然ダメ。なんで。もうプッシュ押してんでも分かってない。だってプッシュ出てくるやん。違う。え、あれはプッシュじゃないの、マックスベットなの。いや、だってプッシュ出てくるって。違う、プッシュは色だけ見るだけ。ほう。押すのはマックスベットなの。で、どうするの。マックスベット押し てゲーム数だったらパンって出てくるの。あ、う、あ、ん、これが超完全勝利だと動かないの、うん、あ、なるほどね。そう、それを見せてほしいの。あるこれやな。これでジャスティンが言ってたらこれでここ押しちゃダメらしい。あははは、なるほど、これ出てこないんだって。30ゲームありがとうございます。番長シリーズさ、ほんと不思議なのがさ、ここまでも結構いろいろやったやん、全然出てないのよね。このやったった感と枚数のバランスは悪いとは僕思ってるけど、めっちゃ楽しいよな、この AT 中は。ワクワクするよな。変わる？探してるよ今。勝ってんじゃん。よーい。これは？それは押してもいい。勝ち。おもろいです。おもろい。おお、ビッグ。いいやんいいやん。うまいうまいうまい。そうそうそう。楽しいわ。そう、ドンパッパドンパッパいたく。そう、これが一番面白いから。もうドンパッパにしよう。あ、ちょっと邪魔なるし、あと頑張るわ。ありがとう。ほんとなんか知識目当てん。知識目当て似てる。チャンス目、2回引いたよ、2回引いたよ。さあ、ここ出なきゃいいんだな。あ、出てくんだよ、出てくる。だから50ゲームでかすぎ。残り102ゲームになりました。やれてんじゃねこれ。ちょっとさあ対決いきますよ。全部勝とう対決はな。さあ来た。何故この人。うわ来た。俺は勝ってるでしょ。押すの早すぎた。だよね。今のやった。ミスった。なかったもん今。先生、先生、間違えた。いや、押して何もなかったんよ。あ、そう、それ確定。あ、でこっち押しちゃった。あー、じゃあいいや。うわ、やば。むず。むずいな。ハードル高いな。全然喜んでくれんかった。出ちゃってるやで怒られたわ。ハードル高え。まあ、いっぱい乗せます。ちょっとジャスティンプロ、あの番長プロ的にはダメだったみたい。めちゃむずいやん、ハードル高えって。これなんか続いていくやつで全然乗ってないけど。
あ、もうそれか。なるほど。これは連続やな。ベルをいっぱい弾きましょう。揃わんかったらもうダメってことやな。あ、って言ったそばから終わった80ゲーム。これ絶対弱いよね。もうちょい乗らないかんかったと思う。これイエス。うわびっくりした。こんなんなるよね。よし、さあこれで今もプラス息ですね。ラスト、いやー1500枚いかなかった。1408枚。はい、どうでした、どうでした。すいませんね、なんかちょっとわからんかった、言ってたやつ。そう、ショックやった。朝多分5回ぐらい行ったと思うんだけど、あれ見たいから、いやなんか呼んでねみたいな。まあなんで、とりあえず今日朝言っていただいたのはまあクリアしたんで、クリアした。ジャッツさんもブラーから解放されて。開いてました、開いてました。めちゃくちゃへこんでる番長開いてました。行きます。解放されたけど、ブラの方がいいんじゃないかなって思ってたから。ブラの方が良かった、良かったかもな、このグラフってなっちゃって。まあサマイ的には俺が今プラスなんで。そう、とりあえずね、サマイプラスにいるだけで全然違うね。な、何枚出してる今、プラマイゼロ。巻き棒のスナー買った時ね。うん、で、次当たるじゃん、うん、それで900枚以上やったらプラマイゼロ。あ、なるほど、サマイ900枚の状態でもう一回 AT に入れないといけない。1から初当たり。うん、まあでも不可能ではないね。不可能ではない。うん、これが埋まるんだよな、こっから。さあ再びマイナス息に行きました。難しいね、番長。はい、どうも。やっと合流できましたね。今どんな感じですか。1500枚マイナぐらい、この台は。1569枚マイナ。僕は今26、あの持ちメダル全部登れました。行ったか。はい。で、あの AT1 回しかやってないんで。あ、奇遇だね。俺もだね。でもいい時間になってきてるんで、うん、まあもう一発っすね、一回。さすがに全部飲まれたらちょっと辛いな、これ。グラフが富士山や。うわ、グラフ富士に描いてるな。うん、4万円目だよ、バカ野郎。おお。あ、一緒。お一緒じゃねえって。5枚目。俺4枚目って。あ、4枚目、ほぼ一緒。ここ光ったりするよ、たまに。あ、なるほど。おお、ドンパッパしてんじゃん。ドンパッパした、初めてドンパッパした。初ドンパッパした。素晴らしいね。ありがとう。レアクでもいたんじゃない。ジャスティンのおかげ。ジャスティンドンパッパね。うん、332。疲れ。オッケー、ダメ、今日は無理だ、負け。俺も決まらせて決めるわ。はい、帰ろう。オッケー。はい、どうでしょう。おいしょ。みくちゃんありんな西脇店初来店でしたけれども、まあちょっと結果言いましょうか。まあまあ、はい、投資が33,000円。おお、それで1日耐えれたといえばまあ耐えれたんですけど、はい、1518枚で回収が、193枚ってことはマイナスの1325枚ですね。1325枚、はい、でまあ僕先上がりまして、うん、ダセイさん待ってる状況だったんですけれども、そういかがでしたでしょうか。待ってもらってからがやっぱすごかったね。いや、やっぱってよくない、別にいいやん。やっぱ渚さんいなくなったら、渚さんいなくなって、いや実は調子よくてでいいやん、別にやっぱって言わんけど、やっぱね、その3文字、その3文字で変わるんだよ、人は死ぬぞ、これも。その3文字で人は死ぬぞ。あの引き戻しの、お、引き戻し対決で、うん、チェリー引いたり、おベル引いたり、おうま、あの天井をギリギリ踏んだり、あーうまいね、こんな感じのね、うんうんうん、5連続引き戻し、そう、やば、あ多分ギネス5連続はギネスやな。そうで、それもほぼほぼ駆け抜け、うん、乗って20 なんかうまいんか下手かようわからん、なんか、だからあの通常時の対決だけめっちゃ強いみたいな。で結
果的には、はい、番長で言うと、はい、3万4000円と、はい、北斗から持ってきた519枚を合わせて2219枚投資、あれは番長だけですね、番長だけ、はいはい、番長だけでいいです今日だけで、今回はで回収が1053枚なんで、あでも1000枚入れたんや、そう、あうまいな、マイナスの1166枚なんで、はい、中金さんよりもマイナス額が少ない、さすがやな、ね、あマイナスの2491枚、ああもう全然です、こんなものはこれ負けじゃないですけど、一人分負けかなぐらいもんね、軽くやったらね、全然全然、ただ一個いいっすか、はい、むずい、むずいの、むずすぎる、まあ序盤やからね、序盤から見せちゃダメじゃん、いきなりむずすぎるな、あれほんと、えこれあと3日やるんってなって、あと3日、修行なんかの、そうよ、特訓、やっぱ特訓よ、あこれ特訓やったやん、ジャスティン特訓やから、ジャスティン特訓やったやん、そうでもこの4日で中銀さん番長プロになりますもん、あそうそう、まあでも見てたら面白そうなところとかもあったし、うん、でも朝一パッていらっしゃった時にあのライズアップまで行かないといけなかったなっていうのも込みで、惜しかったね、あれね、あれもうちょっとなんやね、明日がですね、はい、あちょっと友達寄ってきた、うん、花火寄ってるやん、うわぁ、おぉ、うわギリギリ、するかな、するのこれ、ちょっと早くない、ゴールデンウィークにも、おぉ、うわぁ、すごい綺麗、いいね、いい街、西脇、ありがとうございました、ぽよ花火こんな近いことある、車よ、車で行ってるだけで、おほほほほほ、すごいな、最高やん、いいね、買ってみたかったな、買ってみたかったね、これこれでも大体花火なんてのもあの財源だから、俺らが負けたのもなんか花火一発かにやつそんなこと言ってない財源なんで、財源財源だから、花火だから現実主義じゃない、おい俺の2万9000返せ、おい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 、生まれたのは1940年、歴史ある味を守ってきた本来の醤油ラーメン、神戸ラーメン第一朝日、本日もですね、ラーメンをですね、第一朝日、おこれどうすか、こういうのでいいんじゃない、こういうので D 系の、あのシンプルイズベストというか、うん、あの ユニクロみたいなラーメンですね、そう品質が高くて邪魔してないよね、結構満足度も高い、高いね、うん、裏テーマでも毎日ラーメン食ったろうかなっていう、その4日連続でラーメン食ったろうかなっていう、本日は第一朝鮮、ここでいいけどな、すげえな、おはようございます、おはようございます、間に合いません、あーちょっと混みすぎだねみくちゃん渋滞ね、これみくちゃん渋滞、あの到着予想が抽選開始時刻になんですよ、抽選受けれない場合、うん、今日の動画はここで終わります、多分それ濃厚だね2日目なし、なし、全然やん、困るね、超濃厚、なんかワープとかない、なんかない、ね、ないです、ない、うん、これはもう従うしかない、ない、いやいや31分まではいける可能性あるやん、30分59秒までは無理やった、今で30分、やばい、走るだけ走ろう、おい抽選受けんと何もできんぞ今日は、しかも中この赤信号めっちゃ長い車の方が早かったわ、あお行くよ、最高一戦無双転生革命連撃劇的開幕、めちゃめちゃ遅刻、おお大幅遅刻みたいなね、基礎版やったと思う、150番引いたみたいな、そうね、うん、で2人ともね、でちょっとあくまでパチンコでも届いて、うん、パチンコのがいいと思うね、一旦ね、いつもやめれるしね、そう、うん、積もっちゃうとね、やっぱね、大変大変になるよね、まあ、今回は番長4だけっつってるんで、リゾレットも打ちましょうよ、いいよ、ブラーかけてね、ブラーポキューやろっか、ブラーポキューブラーポキュー、みんな、映ってるかな、よし頑張ろう、なんとか使ってもらえるでしょう、まあ、使われてもブラーだからな、ブラーでもすごいってのを見せたい、おい
お金が止まらないやないの。あー、なんか気にしてるわ。やめろって。そうやって形容詞みたいに使うの。中金は固有名詞だって。なんなんだろうな、ポケモンゼロやし、なんか気にしてるわ。中金してるってないって、その動詞みたいに使う。はい、本日のラーメンです。本日はですね、店舗近くの、ラーメンガキの一杯さん、こちらの二郎系のラーメンになってますね。まあ、昨日はあっさり醤油を食べましたんで、今日の昼は二郎系ということでですね、挑戦してみようと思います。レッツゴーゴーラーメン YouTuber ズルズル、あ、ズルズル、これですよ。ブラ後半戦、はい、バッチ開かないね。開かない。170回転以内に効果あったら引退します。重すぎる、重すぎるやろ引退は。あと27回転以内に来なかったらクズの恩返しやめまして、うちいく TV からも、引退します。わあ、ちょ、見え見え見え、ダメダメダメ。いや、駅ドナと同じ。やめてやめて、中ドナはいいや。中ドナ駅ドナを見たいよ。回して回して、俺ほら、回して、ダメダメ。あんま出ないんだな、これ。なこれでいいぞ、簡単じゃん。入んないの？あの、3回やって入らなかったです。俺1回で入ったの。入んないの？そう、腹立つマジで。やっと取れた、並びでな。特訓開始。そうやった、特訓開始。特訓開始か。先生、今日の目標は聞いていいですか？何かあります？あるよ。何でしょう？ AT。 いや、引く引くなった、だいぶ。 AT よ、昨日ご来光やったのに。今日は AT。 今日 AT でいいの？うん、 AT でいい。わかりました、頑張ります。うん、はい、昨日からすると通算4回目の天井かな。多いね。よう天井行くな。当たります。今プルプルしてどうすんだよ。報酬いいのくれるかもよ。そっか。おい、はい、586ゲーム、総投資が38,000。ん、あ、おーじゃん、ほらほら。ごめんごめん、すいません。何がプルプルかって、ほら先生、すいません。そんな言うちゃダメだよ。すいません先生、あー、わわわわ、わかるやん、マオで選ぶ必要ない。その前にわかるやん。あー、違う。何何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 何、単独で後しかない。いや、なんで、どこにあるの単独？その2連弾の上にあるんよ。見えるわけないやん、そんな。まあ、そうやな。言って、言って。ごめんごめん、ごめん、うん、次回からそうする。うん、そうね。イエス、大チャンスよ、AT の、目標の。これで AT の目標達成？達成。ありがとうございます。一旦出そう。うわい、ありがとう。うまいね。目標達成。80% ループとかやりたいね。やりてーよー。絶頂対決とかもあるんやろらしいで。あ、絶頂引いた。あ、引いた引いた、ショールームで。ダメな。まあ現場で引かな。な、うわー、すいません。事件は現場で起こってるから。でん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 、番長砲出ません。たまでん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 。あ、それこん、うわで、今引いてんだよ。あ、腹立つ。うわ、あ、一番嫌いな台かもな、番長砲。今さ、運命の一撃成功してさ、ジャックチェリーで、うん、1600枚乗った。人の運命通るんだよな。なんなんやろ、不思議だよね。うん、運命の一撃通した男でしょ。はい、こんぐらいいけるでしょ。イージーですね。え、もう勝ってる。いかんでもね。うん、メール1600枚の男、バカタレが。よし、ギリギリ投資変わらず142。目標達成、頑張って。
ね、うん、決めろこれ。おっしゃ、青3つくらいあった今。そう、ほら、おお、だじゃん、舐めやがってこいつ。ペパが誰がお前。あ、それで、それですか。ああ、ごめんごめん。ああ、それ単独で、そう、俺ができなかったやつ。綺麗じゃない。ああ綺麗綺麗。これはやってしかった。で AT 入れて、とりあえず目標達成。アダマル水産、今日はそれでいい、ね、みんなに、みんなに AT という夢をね、そう、うん、与える。あ、ジャスティンのドンパッパーが見てみたい。はい、ジャスティンの、はい、ドンパッパーが見てみたい。はいはいはい、ジャスティンの、はい、ドンパッパーが見てみたい。はいはいはい、ジャスティンの。立てて、危ない危ない、危ない、立てて、あ、立てて、大事やから。今チャンスベル引いてたよ俺。ちょっと大事やから、ごめんね。あ、ジャスティンの、はい、ドン、あ、あと告知だ、それないんだけどね。よかったわ。さあ、ジャスティンさん、なんと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 目標達成でございます。あざす。さあ、帰れるよ。帰れるよって言っちゃってるよ。よし先生、え、帰れないんです。帰れないの、これ終わらないので。あ、そう、そうか、そうか、ごめんごめんごめん。よいしょ、バーじゃない。オッケーオッケー、よかった。始まった。ドンパッパー来た。クゾもドンパッパ縛りっつったのに。あ、取れる癖やね。せっかく3種類あるやんから。もったいない。いろいろやっていかんと、うん、一生飲むなと思って。一生飲むね。とんでもないグラフになってる。こいつが並びやからね。すごいなこいつ。来ました。ホテルの近くが中華街だったんで、ちょっと歩きましょうよ。あれ横浜っぽいね。ね、似てるよね。来たことはある系の。ゲーセンよ。うわー、やりてぇ。射的とかやね。射的俺うまいんだよね。何その伸びたくんみたいな。わあ、なんか異国に来たみたいな。日本人いない。日本人いないね、うん、はい、やってまいりました。今日の、夜ご飯はですね、長田タンク筋オリジナルの、焼きそばになりましたね。まあ、ラーメンからちょっと離れまして、まあ、焼きそばも麺だということで。爆裂、爆裂、ちょっと麺いってよ。焼きそばもね、俺たち実は好きなんですよ。マジっすか。はい、キクルスを毎日朝からスイカゲーム見て、ラーメンの時一番いいのこれはね。あ、そうなのですか。うまいのなんなの、ね、こっからまでもいけない。ものの数分でスイカ作るやん。一個はいけんや。変な引き使ってないか、それ大丈夫。ちょっと5台なんで、まあ、5番以内で確約ですけど、うん、そうです、本当ですね、はい、いや、そっちじゃないよ、そっちね、え、抽選ね。ダブスじゃなくて。ダブスじゃないです。ダブスの本気いらないんで。今日5月5日なんで。そっか、うん、5-5 行く人もいると思うんで、ちょ、マジで引くわ。見れて、はい、今度融資を、はい、融資、うん、ありがとうございます。よし、それじゃあ、嘘やん。ないよ、一番来るのついて。いらないんだって、そんな奇跡。ねえ、並び。で、まあ今日一応5月5日なんで、はい、まあ、どうせモザイクなんで、はい、ジャグラーで。1万円のヒントなの、ジャグラーで。きついね。君が303分の1だよ。おかしいだろ。ジャグラーモザイクで一番面白くないんじゃない？そうだよ。ライトも見れないでしょ。こっちで。こっちで繋がないと。番長取れんからってね、ふてくされてるじゃダメです。そう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 、元気いっぱいね。元気よくね。はい、楽しく歌おうよ、ジャグラーを。オッケーです。ね。はい。行きましょう。行くぞー！はーい。ジャスティンさんだー。拍手。見たことあるな。ゴーゴー！5月5日だからね。ゴーゴー！おーかいー！ダイナマイ、さっきまでこうやったのにここは行くじゃないや。合わせ込まれると
ジャスティン翔太、ジャスティン翔太、なんでジャスティン翔太来た、おいかっこいい、おい当たりました、もらった球で直撃回転、素晴らしい、ジャスティン翔太なぎの返せな、あーそう、あい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 、おっさーるす、ジャスティン翔太なぎの、あーおー、もういいぜ、もういい、うん、もうやんなくていいぜ今日、いやいやもうやろう、やるやるやる、じゃあはいはいはい、もうじゃあ先月ラストラストラスト、オッケーオッケーオッケー、はい行きまーす、はいはいはい、あもっと今日のお昼はもうラーメンは飽きました、お肉ブロンコビリージャスンコビリーさん、どうも、写真ビデオね、好きなやブロンコ、大好き、めちゃめちゃうまいね、もうラーメン飽きましたんで、うん、さすがにね、ハンバーグの時代、あ、そうね、さあさあ、おはようございます、おはようございますというか、今何時だと思ってんだよ、おい、もう6時だぞ、パンチを打ちます、まあ、言うても朝からジャグラー打ってパチンコとかいろいろ打ってトントンぐらいなんで全然いけます、いきます、もしかして今日僕らのゴールデンウィークは始まったかもしれません、3日目ですが、さあ番長方3日目っすね、今1000枚マイナスぐらいです、3700回されてて、引き戻しモード終わりっすかね、106ゲームからなんで、いいのいいの、対決勝てばいいね、274ゲーム32000円、もういいよ、もうお願い、よろしくお願いだから、おっ、よし、あ、これこれジャスティンさんに教わったやつ、単独押さないと怒られるやつだ、あー難しい、これやらんと怒られるから、やった、これで AT 入れて全部まくって帰ろうよ、これでいいですよ、青七横三回667ゲーム59000、青バー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 、マジかダート、さあこれラストにします、ラスト ID お願い、チャンス目チャンス目、よし気持ちいい、よかった、ちょっと遊びます、もしよくていい、あーそっちか、ワンチャンお掃除、これだな今日、これだな今日は、これっすわ、でマジで熱いです、これ取ったら92なんでほぼほぼ5台で絡むんですよ、ならん、いったいったわ、ベル1個で、これはクソうまい、クソうまい、これよーし始まるかも、ベル1個で倒せるんだ、あ、来た、始まるかも、ゴーダイジいけるから、これ勝てばね、3日、おーい、ゴーダイジいかんかった、マジか、ほぼ行くのにふざけやがって、もこいつは、うわー、チャンス目やった、チャンス目やった、ちょっと待って、これはやばい、これはやばい、あと1個、あと1個、もらったわ、よっしゃー、
やりました。これね、確定。おー、ぶれー、やれた、やっと。嬉しい、遠かった。これ入れるのに100万枚ぐらいかかるんじゃないかと思って。そんな大じゃないんだけどな。あー、終わるか。まあまあまあ、90。まあ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 、だいぶ頑張った方かと。あと210、あと200あったら伸びると思うんですけどね。あー、やっと1000枚超えたな。あー、もう一個ある。勝ったー、かくったー。よーし。待って待って、忙しい。あー、しんどい。あー、やーべー、これ勝ったらまくりだな、本当に。なるよー、なるよー、なるよー。ベル3つ、ベル3つ、ベル3つ。ちょっとさ、今赤やったよ。よしよし、勝ってる。ベル1個でぶっ通した。よし、あー、シカンピックいった。あー、青になんじゃないこれ。よいしょー、やばい、やっと絡んだ。これは終わんないやつですね。まくったね。うおお、面白い。オッケーオッケー。オッケー。はい、30。あー、そう。さあ、まくりましたね。あー、よかった。お疲れ様。よいしょ。やったよね。お待たせしました。素晴らしい。はい、ということで、はい、次に結果言いましょうか。はい、僕からいきますね。うん、番長4の収支だけ言いますね。はい、はい、お、僕ね、打ち始めた時がプラス域にいたのよ、500枚ぐらい。あ、そうなの。そう、だから結構熱いかなと思って。熱い熱い、チャンスチャンス。下降線の一途をたどって、あ、下降するばかり。1222枚投資。はい、でも頑張りました。いろいろ AT もやったし、2回ぐらい頑張って頑張って、そんなことか。回収あります。それよ、大事なのは、はい、18枚のね、回収をしっかり取りましてマイナスは1204枚ということですね。1204枚、はい、もう番長4に関してはいいことは僕はありません。ただ大丈夫です。先は待ってました。お待たせしました。はい、ありがとうございます。番長プロ、番長プロ降臨しまして、投資で言うと、はい、59本。番長のみ。はいはい。うん、えプロ、はい、まあ入れるのはな。そうそうそう、そっかどんだけ出すかやから。そうや、2773枚。ほうほうほう、これは回収。素晴らしい。2818枚。素晴らしい。プラスの45枚。すごいね。見たか。番長だけでプラス45枚よね。ただ今日のマイナスが1159枚。ただですよ、はいはいはい、今までで一番勝ってます、はい、今日ね。勝ってますが、もう一番少なく負けてますってことだよね。そういうことです。3日間に何本負けてますか。番長4だけですよ。番長だけっつったけど、それ以外でも負けてるから、この3日間しこたま負けてんだよな。むむ、一応出しよっか。3日間ね、番長4だけね。です、うん、今6387。こんなやったっけ俺ら。しっかり3日間打ってるからね。あー、だめだよ、明日。嘘、明日ある。100人いないぐらいかな。今日一番チャンスで終わる最終日ですよ。お願いしますよ、ジャスティンさん。2人で両番もう取るしかないよ今日。
とこの場所行く。え、何引くし。うわ、手引きか。手引き、なんか自分が悪いみたいなのになよ。これは違う人は、こっちが左で。うん。はい、お待ちのお客様。こっちは左、こっちは右。はい、よし。71お待ちのお客様。71お待ちのお客様。よし。あ、そうね。あー、絶妙。これ2だね。あ、2やってめっちゃいいやん。やろ。ないよ、ないよ。ほら。ない。きた。うお、2よ。強い。怖くて。取るわ。いや、でもワンチャン、ワンチャンいけると思う。ワンチャンある。1台ぐらい。俺がやるわ。うん、まあ角行きましょうか、無難に。僕4日間あなた打ってるんですよ。で、1回も勝ってないんですよ。もうお願いしてもいいですか。本当に本当にお願いします。マジでお願いします。今日はやる、マジで。で、とりあえず、4日で2人とも打ってまだ一度も見せれてないライズアープを見せましょう。押してるね。よし、よっしゃー。この4日間で最速の当たりじゃない。56ゲーム3000円。これが AT とかに繋がるようだとな。また化けなんだよ。1万円ないなった。早っ。2万円目。4連敗とか嫌やぞマジで。3万円目、まあ、これとりあえず当たる。ただ2回目のボーナスまだ。おい、549ゲーム2回目2万1000円。よくった。なるほど、なんかないと、なんかないと終わるぞ。何それ。ああ、ちょっと待って、これうまくね。620ゲームだよ今。これ早めに当たらんかったら AT もついてくるんじゃない、次のボーナス。今636ゲームなんで、あと60ゲーム耐えて天井踏んでエース発展してボーナス当たれば AT もついてくるってことだよね。ここで来ちゃうとダメだろ多分。いや、いないだろ、さすがに。だるっ。え、なんでダメやん、これ。天井踏まないじゃん。勝つしかない。勝てば、ボーナスも来る。で、これで負けて。あ、しやってるだろ、これ、ほんとに。687ゲーム、今。いや、これ、天井踏めばさ、なんでそんなことになるんや。ボーナスだけだろこれ。いく。いや、さっきちょっと中銀さん見に行ったんですけど、ブチ切れてましたね。これで AT 待って4回目か。4度目の正直。あー、もう本当にひどい。今トイレ行ってきたんですけど、鼻血出ました。4日間番長で負けすぎて鼻血出ました。頭に血が上ったんやろうね。久々出た鼻血とか。こいつはダメだ。兵庫での4連戦開幕、ね、で、番長4を2人で Thank you.
どうする？よし、オッケー。逆にやる気出たわ。あ、こう無理だわ、これだ。オッケー、吹っ切れた。ちょっと待って、期待してた自分がいた。期待するからがっかりするんだもんね。もう我が出てくるようになった。いいメンタル。なぜ怒りが生まれるかっていうと、期待なんです。何かに期待をして何かに裏切られた時に人は怒るんです。118ゲーム4万5000円。なんかこれが、6回目のボーナスみたいですね。ビッグでした。やったー。赤7です。まあ赤7だとねほとんど入らないんで、まあ、ほとんどっていうかまあ9割方入んないんで、これ100万いただけるとね。あの1回も狙いが来なかったですね。そんなこともあるんですね。はーい、よくするね。不思議ですよね。バカじゃない。あ、ラナスルしたか。OK、いつは。お願いした。ちょっと待てよ。お、元気いっぱい行こうと思ったの。あ、そうなの？エンディングぐらい。エンディングぐらいね。いいよ。ゴールデンウィーク4連戦、お疲れ様でしたー。お疲れ様でしたー。ハッピー。ここはミキ南です。ミッキー。ジャンボリミッキー。タコ負け中き。は？なんや。結果言いましょうか。はい。お疲れ様でした。今日も朝からね、僕がバンチを打ちまして。はい。ジャセイさんも最終的にバンチをたどり着きましたね。そうだね。ちょっとしか打てなかったけど。そうですね。うん、でまあ僕がギブアップしたんで、はい、その代をね。おすすめしてだって感じだね。はい、うん、で僕の結果から移動ですね。はい、投資は5万円、うん、2350枚。ふう、で今日は大変申し訳ないです。ゲイ回収ゼロってことマイナス2350枚。あれはえぐかったね。8スルー7スルーか。僕7スルーの時点で渡したんで、そうもらいまして、結果的にね、うん、9回目のボーナスでいった。そっから2回ってことね。そう、うん、1台目打った番長が729枚と、はい、そっか141枚使ったんかな、はい、全部で、はい、合わせて870枚投資が、はいはい、で回収が241枚なんで、はい、マイナス629枚番長だけね、はいはい、まず今日の負けは2979枚じゃあトータルも出そうか。トータル出す？トータルいきますよ。大丈夫？グロくない？いきます。この4日間番長砲打ちまして2人で番長砲だけの収支ね。だけの収支です、はい、こちらになります、はい、マイナスの9360枚。もう笑いてるって。ほぼ逆まんまやん。まんまいってない。ちょっとひどいね、だいぶ。まあそりゃそうだわってなってると思う、見てる人も。まあね、うん、こういう立ち回りしちゃダメですよってことでね。反面教師動画みたいな感じになってしまいましたけど、はい、どうですか。どうでしたこの4日間打ち続けましたけど。バーチョーバーチョー俺は一回味わえたからね、まだ良かったかなとは思う。まあ、あれができたからね、うん、まあ、時間があったらあの先もあったからね。そうそう、番長ってこういうもんやから、スリーにどっから。そうやな、うん、今日もまあめっちゃきついから。そうね、でもあのねえ、まあ、うまくいった時だけマジ気持ちいいから。あっていう、大丈夫かなこの動画。俺ちょっとひどいと思うけど。あいつひどいね。うん、謝っといた方がいいかもしれんね。誰にな、やっぱ見てくれてる人に。なんでな、お金入れず毎日 4,5 万負けただけの話。番長4の収支でいうと9300枚ですけれども、はい、それ以外もちょこ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 打ってですね、うん、はっきりと、おはっきりとですね、財布から万枚ぐらいがなくなりまして。そうだね、うん、まあそれぐらいいったんかな。いったいった。まあ記憶が正しい限り人生で最悪のゴールデンウィークになったというところですね。僕はね。ああなるほどね。僕はまあ個人的に、うん、全然ゴールデンじゃなかったな、うん、ゴールデンウィークがなければよかったな、うん、なんか連休かって朝からな、あ毎朝毎朝よ。で人も多いのに、やで今からさ、うん、新幹線乗って帰るけどさ、バカほど多いぞ今日の新幹線なんて。雨も降ってるし、やばいよ。今日いきなり雨降りだしたやろ。
いらっしゃい。姉とも？なんで？俺の涙。急に降り出したんだよね。うん、俺の涙ね、これ。結構晴れたんだけどな、来るときはな、うん。これで行く。よかった。ありがとうございました。まあ、兵庫ね、結果としては負けてしまいましたけど、非常に今回多くの方がね、会いに来てくれて、多分4日間で、いやすごかったね、多分もう200人とか、何百人。何百人の世界だね。ね、あの方とお会いできたと思うんで。はい、まあ、僕らは負けましたけど、その来てくれた方と触れ合った時間、そして、うん、一緒に撮った写真、はい、ありがとうございますという笑顔、うん、これはね、プライスレスだと思いますんで、そうね、はい、心に刻まれたね、心に刻まれましたね、うん、やっぱ僕ら、来てよかったなというか、うん、兵庫最高ということで、お話しいただければと思いますので、また次回、かゆい、うん、かゆい、何？いや、なんでもない、俺、好きだもんね、兵庫の人、みんな、俺も好き、好き、好きよ。うん、結果こそね、悪かったけど、はい、人は好きやし、店も好きやし、うん、ね、まあ、なんで、あ、じゃあ最後にちょっと番長4のなんかコツというか、この4日間で分かったのだけちょっと1個紹介させてもらって、はい、番長4は、はい、打たないでください。え、これは見た方がいい。なんで？打たなかったら負けない。確かに、心理やな、うん、心理、なんていうの、深追いしちゃダメ、うん、なるほどね、うん、朝から打って、うん、もうないと思ったらやめ、ああああ、お疲れみたいな、ちょっとね、みんなあれになってる、カラクリサーカスと間違えてるみたいな、そうなんやね、俺もそうやと思う、違うのよ、それだけじゃないの、ほんとそれだけ分かってほしい、そうね、そう、狙うダイヤから設定を、うんうん、やっぱ考え方切り替えないと、うん、みんなのいくらでも言ってて、やっぱこうなってこうなるグラフめっちゃ見たもんね、そうでしょ、うん、なんでまあ、うん、ほどほどに、ほどほどに、ほんとにほどほどに、出たらやめるぐらいでいいってことですね。いい、はい、ないと思ったらね、はい、うん、もうやっぱりね、僕も6打ってるから分かるけど、はい、もう全然違うダイヤから、そうね、あ、こんな感じなんだなって思ったこの4日間で、うんうんうん、これはまあきついわって思った、うんうん、じゃあ一番上を狙いに行くダイってことですね、そう、はい、番長4は6か、うん、6以外か、うん、これでいいんじゃないでしょうかってことで、はい、また次回ですね、新たな気持ちでお会いできたらと思いますので、うん、ゴールデンウィーク4日間内容の濃い動画でしたけれども、見ていただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら番長4。え、ん、言ったんかな。あ、そうかそうか。お疲れ様でした。はい。おっせー。しか。対決いないやん。